こんにちは、原宿店スタイリストの鈴木優斗です。こんにちは、原宿店アシスタントの萩原です。はい、今日はね、萩を使ってセットしていくんですけど、なんと、いつものスタイリング動画とは違います。どんな動画ですか？今日はスタイリングの時にはしてはいけない3つのことです。3つのことをちょっとやっていこうと思うので、セットもしていくんですけど、ちょっと説明しながらねやっていきます。はい、じゃあまず1個目、ドライヤーで乾かすときなんですけど、ここ下から乾かしたらダメってことですね。鉢とネープは下から乾かさない。乾かしていきます。ここをこう下から乾かしちゃうと、ここはね、頭が大きくなってしまって、こう襟足も膨らんでしまって頭の形が悪くなります。大きくなってしまうので、この辺は上から風を当てて潰してください。お、こう前から首にこう当てるような感じで乾かしていきます。力です。首に沿わせる感じで潰しながら乾かしてください。で、こういう上げたかったりボリュームを出したいトップは下から風を当ててください。で、ドライが完了しました。で、ここで2つ目、で、濡れてる時にアイロンはしてはいけません。まあ、髪の毛が濡れてるっていうのは、まあ、人間でいう裸の状態よね。キューティクルっていうね、ダメージとかを守ってくれるバリアみたいなのがちょっと開いてる状態なので、その上からねアイロンの100度以上の熱が髪の毛に触れてしまうと湯気が出てすごい傷んでしまうので絶対やめてください。今後カラーとかパーマもちょっとできなくなる恐れもあるし、セットがとてもしづらくなってしまいます。なのでしっかりと乾かしてからアイロンしてください。萩の特技これ言っといた方がいいんじゃない？持ったものが、もう全て変身ベルトに変わります。それで変身できるの？すごい。ちょっと今スプレーを、スプレーを持ちました。はい、来ました。はい、来ました。これが全て。はい、これスプレー、王さんの時は使ってるスプレーじゃない。じゃあ続きはオーサン東京原宿店で見たかったら、僕のインスタグラムにね、はい、動画があるんで。はい、じゃあ次はバックつけていきます。みんな大好き、これくらい。ここでラスト3つ目、ディリン。バックスは手に伸ばした後に前髪からはつけちゃいけません。まあなんでかっていうと、まあ、おろしの髪型の人の場合はこう前髪からつけてしまうと前髪もこう細い束になってしまって、あっておでことかが見えてきてしまうので、あんまりかっこよくないです。今日のハゲみたいな前髪上げるスタイル、バックスベタベタにつきすぎてしまうと時間経つとちょっと前髪落ちてきてしまうので、最初は後ろからつけていきます。この襟足一番下から手を入れて上に持ち上げるような感覚でつけてください。先っちょ、髪の毛の先っちょにつけるのがポイントです。で、後ろ、まあ、しっかりこう立たせたらここでもつけます。で、トップにつけて手のワックスが少なくなってきたら前髪につけていきましょう。こんな感じ。やばすぎ。はい、ということでね、スタイリングの時にやってはいけない3つのことということで、覚えたでしょうか3つ。じゃあ萩原くん聞いてみようかな。おさらい、はい、じゃあまず1つ目、ドライをするときは鉢周りを上からしっかり上から乾かすこと。
そして下から風を当ててボリュームが出るような乾かし方はしてはいけません、だね。で、2つ目は濡れてる髪の毛にアイロンはしてはいけません。ダメダメ。じゃあ3つ目。はい、3つ目。はい、ワックスをいっぱいビャーっとなじました時に前からつけてはいけません。ダメ。はい、そうですね、その3つなんで、その3つやらないだけでね、すごい頭のシルエットとかも良くなるし、髪の毛も健康な状態を維持できるので、皆さんこれやってみてください。またね、今度もうハウツー動画みたいなのも今後出してくるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。はい、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。